はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、私の、使い切りシリーズ、ヘビーリピートシリーズの中からスキンケア編前半という形でお届けしていきたいと思います。スキンケアはね、ちょっとね、長くなっちゃうから前半後半に分けてお届けしていきたいと思いますので、最後までご覧になってください。ではどうぞ。はい、では一番最初に使っていくのはこちらの、うちはサボテンオイルです。はい、もうね、これは私のもう大好きな美容オイルね、美容オイルになります。ちょうどこのうちはサボテンオイルと出会ったのが去年の今頃です。はい、でこれを使うようになって、私の肌は劇的に変わりましたね。もう本当に、その頃の動画を見ていてくださっている方はもうご存知だと思いますが、去年の今頃って私本当に真剣に自分の肌が嫌すぎて、フォトフェイシャルを使おうと思ってたぐらい自分の肌が嫌だったのね。それがこのうちはサボテンオイルを使い始めてから、肌がまず何が変わったかっていうと、肌の明度ぐらいの肌の明るさが全然変わってきて、この辺の肝斑とかそういうのが全然目立たなくなってきて、肌がすごい白くなったんですよ。で逆に下の肌が綺麗、白くなったから、こういうちょっとこういうのが少し目立つぐらいになるぐらい、下の肌の全体の肌の明るさが変わってきて、それと同時に、まあね、うちはサボテンオイルってビタミン E がすごいたくさん配合されてるから、小じわとかシワ、まあ、シワもそうです、たるみとかがすごいなんかなくなってきたって言ったら変なんだけど、まあね、それぞれこれ個人差あると思いますけど、だから皆さんにもなんかコメントで、すごいよりこさん肌綺麗になりましたねってすごい言われて、いつもすごい嬉しいんですけど、自分でも言うのもなんですけど、動画を見てて、あ、ちょっと今日調子いいじゃないとかって思うことがなんか結構ね、多くなってきましたね。うちはサボテンオイル使うようになって、でうちはサボテンオイルってなんかほら届くのがね遅いとかっていう風にコメントいただいたりとか、あと容器が壊れちゃったとかって言っていう話、よくコメントにいただいてたんですけど、容器変わりましたよね。皆さんのところに届いてるのいかがですか？私ね、今回半月ぐらい待って、で全然届かないなと思ってて届いたのがこの入れ物でしたね。でなんかやっぱりホームページ見てたら、ポンプのなんていうのかしら、不良品とかがなんか多かったみたいで、なんかリニューアルしましたっていう風になんかお知らせみたいなのが書いてありましたよね。だから良くなりましたよね。私前の容器よりもこっちの方がいいかな。前の容器は本当にポンプがこう浅くてピチッピチッっていう感じで、すごい使いづらいし、これはねちゃんとしっかり分量もしっかり測れるので、これはねすごいいいなと思いました。あとなんか匂いも結構コメントでいただいてたんですけど、私はもう今これはすごい草原にいるみたいな感覚ですごい好き、もう落ち着く香り。最初はねもうこの野生臭がうわーと思ったんだけど、もう今は結構慣れてきちゃって、それであとからつけるものの香りですぐ消えちゃうから、まあ、そこも天然の香りのいいところなのかなっていうふうには思いましたね。だからまあね、私も一回切らしちゃってしばらく届かなかったから不便の覚えをしましたけど、まあ海外ものだからね、しばらくこう納期がかかっちゃうのは仕方がないのかなっていうのは思いました。あとね、やっぱりその肌にすごい効果があるっていうのが、その
一応サボテンオイル自体になんか配合されているビタミン E の量がなんかこれアルガンオイルとかオリーブオイルよりもすごい多いから、やっぱそういうのもすごい効果的なのかなって。であとコメントでなんかこのうちはサボテンオイル匂いがダメっていう人結構いたんだけど、肌荒れしちゃったとかかぶれちゃったっていうのはあんまり聞いたことないから、やっぱりこれもまあ天然なんかこうオーガニックの良さなのかなって。 100% ピュアっていうのもこの肌に優しい要因なのかなっていうふうには思いました。はい、で次なんですけど、はい、次にご紹介していくのがこちら、イノセントブライトニングウォーターです。これも私はもうすっごいお気に入りでヘビーローテーションしてます。このイノセントブライトニングウォーターは、うちはサボテンが配合しているお化粧水で、お肌の明度を明るくしてくれるから、うちはサボテンオイルと一緒に使うとさらに相乗効果があってすごいいいので、うちはサボテンオイルが配合してる化粧水っていうだけでもなんか肌がねすごい良くなりそうなんだけど、それ以外にアルガンオイルとか、ホホバオイル、ホホバオイルとかが配合していて、それ以外にもたくさん天然の、美容成分が配合されてるんですけど、なのですごくなんていうのかしら、老化防止効果、エイジング効果に優れていて、これを使うとすごい肌がキューって引き締まって、透明感もそうなんですけど、すごくねこう張りが出た感じがします。でそれに加えて、これもやっぱりこう注文しようと思ってホームページ見てたら、最近になって何でしたっけあれ、もう最近言葉が出てこなくて、セラミドが配合されたらしいんですね。でセラミドっていう成分はよくこう化粧水なんかにも使われている保湿成分ですけど、それが、イノセントブライトニングウォーターはなんか人型セラミドっていうのが配合されたらしくて、その人型セラミドっていうのはこうすごくこう人間の肌の中にもともとあるセラミドにすごい近い保湿成分が配合されたっていうことが書いてあったから、何それ、いつの間にかリニューアルしてるのと思って、ね、うちはサボテンオイルのポンプもいつの間にかリニューアルしてたし、なんかどんどん改良されててすごいいいじゃないとかって思いながら注文してたんですけど、でやっぱりねこのセラミドが配合されたやつが届いて使ってるんですけど、やっぱり前よりもすごい保湿効果やっぱ高くなった気がします。うん、すごい高くなったと思う。だからねすごい気持ちいいなったね。あとねこのローズゼラニウム、ゼラニウムの香りがね大好きで、このイノセントブライトニングウォーターに入っている、最高、リラックス、すごいリラックスできる。だから私一日の終わりでこのイノセントブライトニングウォーターをこうやってペタペタコットンに含ませて使ってる時、つけてる時がね、お風呂上がりに一番幸せはい、着ててよかったと思います。これに出会えて本当によかったって、ね、だからイノセントブライトニングウォーターとうちはサボテンオイルは、まあ、これから先もずっとヘビーリピートしていくスキンケアのこの2つはね、もう必ず絶対今後も依存型の私は使い続けていくと思うのですね。結構でも皆さんもね使ってる方多いみたいですけどね、ぜひぜひ使ってない方を使ってみてください。本当にね、本当透明感出たでしょ、キメも細かいしね、キメ細かいしって自分で言うのもなんだけど、本当にキメを細かくなって、自分でもね、もう本当お肌がね、自分の肌触っててもね、すっごい気持ちいいの。こうやって手がシワシワできも嫌なんだけど、すっごい気持ちいいです。もうそれくらい好き。はい。